はい、今日は永瀬空選手にインタビューしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの V カップ笠岡大会2連勝ということで非常にいいスタートを切ることができました。2試合振り返ってみてどうですか？2試合とも競った部分とも結構あったんですけど、チーム全員で勝ち切れたことがすごい次につながるかなと思います。ここ笠岡市は監督のふるさとでもあって、こうもう長く地元の方が温かい応援をしてくれています。で、永瀬選手も学生時代から笠岡で合宿をしたり、こう思い出があるんですけど、この笠岡でのホームゲーム、皆さんの声援を受けての試合どうでしたか？試合が始まる前に監督からお客さんが結構入ってくれるということを聞いていて、本当に試合に来たらすごいたくさんの方が入ってくださっていて、とても力になりました。まあ、そういう中で2連勝することができて、永瀬選手自身が2試合通してまあ、こういう心がけでとか、まあ、V カップに向けて重点的に取り組んできたことを教えてください。ブロックを強化してきました。攻撃も非常に決まってたと思います。次週宮崎大会に向けてもう少しこういうところは修正した方がいいかなというところがあれば教えてください。やはり序盤で決まっていた攻撃が相手に対応されてきだしたときに、今日もそこでやっぱりひとひねりできなかったので、そこは来週までに修正して臨みたいと思います。宮崎大会3連勝を目指して頑張ります。 V カップ引き続き応援をよろしくお願いします。永瀬選手に注目してください。頑張ります。頑張ります